ってやるわ。太郎です。太郎です。太郎です。ロイヤルタッチです。質問です。マンセルが FW14 をオークションに出すというニュースを見ました。 F1 レーサーは乗っていたマシンをもらえるのですか？もらったとしても個人ではメンテできないので走らせることはできないと思いますが、まあよくあのなんかもらった映像とか見るよね。まあ君よくやったからあげるよ、はーいって言うんじゃないですけどね、もちろんね。ああそうそうなの。まあなんかもともと走ったらその後はくださいっていう契約だったりするし、まあ、アロンソみたいにね、ああ契約書に書いちゃうんだそれを。自分の乗った車はコレクションしてる人は、うん、はいはい。アロンソさんは自分のなんか持ってるんだっけ、コレクションホールみたいな。ミュージアムはあるんで、うん、まあまあ、ミュージアム作る前から自分の乗った車は全部コレクションするっていう。でもちろんそれは消化としてあって、はいはい、メンテナンスとか必要ないやつね。ああ胴体動かないやつね。胴体もらってもだいぶ大変ですよね。まあ今やパワーユニットは絶対出てこないから。ああそうだよね、パワーユニット時代になっても完全にドンガラしかもらえなくなっちゃったね。でもこれもらったものを売っちゃっていいの、そもそも。だってタダでもらってるわけでしょ。まあタダじゃないかもしれないですけどね。あ、買ってる、うん、売ってもらってる場合もあるのか。それはね時々思ってたのよ。でももらったものを売っちゃって儲けちゃってんじゃんこの人みたいな。まあ儲かってるかどうかわかんない、保存するのにずっと。ああお金がかかっちゃうかもしれないってことね。まあ、だからフェラーリドライバーとかもフェラーリ乗ってるチームに所属してる間はなんちゃらってこうフェラーリの市販車の、ね、うん、スペシャルエディションみたいなやつもらって、はいはいはい、フェラーリ離脱した瞬間に売るみたいな結構ありますよね。某セバスチャンとか某キミとか、ね、なんか売ったらしいよみたいな。へ、あレンタルじゃなくてもらえるんだ。まあもらえるでしょう。すごいね、さすが F1 ドライバーだね。契約してる間だけ乗ってていいよじゃないんだね。まあそうです。そこいこと言わなくても、まあ、なんかそういうね、もらいました。そんな羽振りのいい話はほら、この国にいると聞かないじゃん。まあそれはちょっと比べたら失礼ですね。あ、比べちゃいけないってことね。じゃいけない。まあ、だからそれだって、うん、あのその車ずっと使ってるわけですから、チームの人たちは。はいはい、はい、太郎さんが別に他のチームに移籍しようと、この車はずっとこのチームで次の乗る人が乗るわけですから。まあ、F2 とかも一緒ですよね。はいはいはい、はい、F2 の車だってそのチームの車はずっとそこ。ああそういうことか。 F1 の場合この車もう来年使わないから、ね、使わないからね。まあそれも別にあのチームのオーナーのなんか気まぐれでじゃああげるよとかそんなんじゃないってことですよね。ああもっともっと冗談ねっていう話してるとか、まあ、めっちゃ頑張ったからじゃああげるよって。この間ルクレールもそうじゃないですか。うん、1000レースモナコでなんかもらってましたよね。うん、うん、チームをだから毎年残してんの全部。捨てちゃうっていうか処分する形になるぐらいだったら消化としてっていうのもありますよね。1台チームが持ってればいいかなぐらいの、まあ、胴体で保存してるやつもありますけど、うん、そのメーカーの協力も含めて。うんうん、ただまあワークス系じゃないとやっぱりそれはできないし。そうだね。じゃあ今のところパワーユニット世代のもので残ってるものはないってことだよ。胴体で残ってるのはメルセデス、うん、レッドブル、ホンダ、あ、はいはい、あとアルピーヌも1個持ってるかな。それはいわゆるイベント用に。イベント用のやつもあるし、テストをやるための用のやつもありますよね。へえ。旧車としてやる用には残ってるやつもあるし、でもそれ以外は多分物ごく毎年4つ5つ6つ作ってるので、うん、それ全部取っといてもまあしょうがないし、確かに、うん、まあ、消化にするやつもあるし、まあ、廃棄しちゃってるやつもあるでしょうね、きっとね。まあ、世界中ね、なんやかんやでなんか空港で飾る消化とかあったりするから、あるよね、最終的にはそういうふうになんか転売されて、あそういうこと。元々はマクラーレンの消化だったのに、いつの間にかなんか変な色塗られちゃってるね、うん、みたいなのもあったりしますよね。持ち主変わって、はい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 、なるほどね。じゃあまあまあドライバーの場合は、うん、まあ、まあ基本的にはその突然欲しいならやるよじゃなくて最初から決まってる、うん、ことが多いですよってことですね。はい、で、基本エンジンはついてないはずだから、うん、まあ、マンセルのやつがどうなんだか分かんないですけど、もしかしたら走れるやつだったのかな、マンセルのやつは。ただなんか写真で見た限りでは、うん、タイヤとかボロボロでしたけどね。ああ、全然ちゃんとは保存されてない。ああ走れるかっていうとエンジンついてたとしても走れないだろうなって。ああそういうことで、もうね、うん、もちろんタイヤ自体はあの買えばね、エイボンとか売ってるんで、ね、何年式のっていう型式だけ言えば付けられますけど、うん、付けたところでこれ乗るの怖いよねっていうレベルだと思いますけどね。あのタイヤが穴ってるぐらいだったら。だからよくあの古い F1 マシンのレースとかやってる人たち、うん、ああいうのはあの
あれはもうピンピンのオリジナルのエンジンじゃなくて、そうピンピンの DFR とかに変えてやってますよ、うん、でそういうのまたメンテナンスしてくれるエンジンメーカーさんがいるってことだね。まあ、フェラーリのヒストリックカーもね、あのこの間ルクレールがクラッシュしたやつとかも、うんまあ、基本的にやっぱりフェラーリがレストアとか してくれるからできるわけで、当時のパーツあれ走ってるわけじゃないから、リアウィングとかにしても、まあ、当時のやつはもうあんな綺麗じゃないだろうから、もちろん、うん、それはフェラーリがオフィシャルでちゃんと当時の図面をもとに、うん、あ、はいはい、職人さんが作ってくれるっていう、はいはい、でピカピカの状態にして走れる状態にしてるっていう、はいはい、じゃなきゃ、まあ、70年代の車とか普通には走れないですからね。まあ、そうだ、普通で考えたらそうだよね。もうパーツがね、もちろんパーツ一個一個にも対応距離っていうのはあるから、うん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 、確かにそう、それはそうだ。変にアメリカとかで買われちゃうと、あのなんかアルミのモノコックとかピカピカに磨かれちゃって、もうバフがけなんかされちゃってこれ昔のとちょっと違うなみたいなあ、俺望んでたらこれじゃないんだけどアメ車みたいになっちゃって綺麗にしときましたからみたいなちょっと違うなみたいなまあまあ、そこはまた価値観の、ね、違いだったりもするからね、はい、そういうことでございますよ。はい、ありがとうございました。